今日はマイクラでトリックアートを見てみようと思います。え？トリックアートだと？まずはこれを見てください。これって、椅子か？この椅子はどっちの方向を向いてると思います？おいおい、バカにしてるのか？どう見ても向いてるのは手前だろ。なるほど、手前ね。じゃあちょっと見る角度を変えてみましょう。いやいや、角度を変えたところで別に意味ない。あれちょっと待て、椅子の向きが全然違う方向に変わってるじゃねえか？なんでだ？コマンドでも使ったのか？これがトリックアートですよ。ってことで次の作品を見てみましょう。これ、何に見えます？いや何って、テーブルの上に村人とカボチャが乗ってるようにしか見えないぜ。興味悪いなこいつら。なるほどなるほど、実はこれ本当はこんな構造になってるんです。全然テーブルになってなかっただと、村人は空中に浮いてるし、全く気づかなかったぜ。最後はこれです。もう何が来ても驚かないぜ。なんだよこれ、なんか石がキノコみたいに生えてきてるぞ。一体どうなってるんだよ。まるで石が生きてるように見えますよね。この建造物はですね、実はこんな構造になっているのです。いや、正直これ見せられてももうよくわかんないぜ。